はい、こんばんは。こんばんは。はい、横浜中華街食べ歩き。はい。一つね、父ちゃんがすごい気になったのがあるんですよ。何？それあちら、せーの、べん。北京ダックのお店。北京ダック丸ごとレストラン。これすごい興味あるんだけど、さらに気になるのはあれよ。北京ダック一巻きが250円、食べ歩き、これ興味ある。お手軽だね。北京ダックって言ったらあれだよね、なんかあのテーブルでね、真ん中にドーンあってね、そう切ってね、巻いてねってイメージあるんだけど、これを食べ歩きで食べるの、これ食べてみたいでしょ。ちょうど今それ切ってるよ。なになになに、すごい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 、北京ダック切ってます、切ってます。すごいうまそうなんだけど、北京ダックってさ、肉食べないんだって。え、皮がうまいらしい。そうなの。うん、でもその肉を食べないいいぐらいに皮がうまいってことでしょ。すごい興味ある。これ1話だから見ると7800円、だからこれも250円でお試し。いいね、行ってみましょう。はい、行ってみましょう。これだね、中華クレープ肉巻き北京ダック250円、2人でも500円、安っ。じゃあお願いします。クレープって言うんだね。北京ダックを7800円で買って帰ることも可能なのかな。これ下の色があるよ。ダックスープのあっさりラーメンとか、やべえ、これ今度来てみたい。来ました。お手軽サイズ。はい、やってきました。食べ歩き北京ダック、この感じ。皮が1枚と物々の具が入っております。はい、じゃあいただきます。はい、行ってみてください。生地がもっちもちやね。うまい。うまい。どんな感じ？これ北京ダックで実は食べたことなくてさ。すごいね。うん。あまりだけど美味しい。ほう。これも食べてみよう。いただきます。うん。本当だ。うまい。北京ダックの皮パリパリだね。あ、こりゃうまいわ。パリパリってうまい。で、そうそう、確かにすごい甘い。甘辛くないか、甘いね。うん、うん、はい、こういうものか、うん、これが北京ダックというものか。お手軽に体験できていいね。確かに、確かに、うん、あ、玉ねぎもうまい。うん、おいしいです。おいしい。これあれだね、もう一個食べたくなるね、これね、うん、今度北京ダック来てみようか、うん、4分の1でも相当な量じゃないかな。どっちみち1羽は多いでしょ。うん、これなかなか美味しいです。おすすめです。美味しい。どうもありがとうございました。